それでは皆さん大きな声でけんちゃんとお呼びしましょう。3、はい、けんちゃん。はい、なに？あのね、うん、今日はご長寿祝福式に来ましたよ。こんにちは。こんにちは。たくさんの皆さんとお祝いできて嬉しいね。さて、けんちゃんは5つでしたよね。うん、5つよ。どこか学校に行っているの？うん、行ってる。どんな学校？お人形学校。お人形学校か。お友達はいるの？うん、しんちゃん、ぜんちゃん、たっくん、いっくん。いいね。かんちゃん、たろちゃん、きんちゃん。女の子は？のんちゃん、さん、さっちゃん、じ、のんちゃん、さっちゃん、のんちゃん、さっちゃん、ななちゃん、ヨネさん。ヨネさん？もしかしておばあさん？その言い方はいけないよ。失礼しました。ご長寿の人も学校でお勉強するのね。そうよ、生涯学習よ。すごいね。ななちゃんは来てない。お人形学校にも不登校があるのね。きんちゃんは学校やめた。いろいろあるのね。うん。で、どんなお勉強しているの？この本よ。これ何？字のない本。字のない本。絵のない本よ。絵のない本。どれどれ。本当だ。これわかる？わかるわけないでしょ、こんなの。字も絵もないんだから。金色があるでしょ。え？は、金色あるある。金キラキンよ。綺麗ね。これ何？金色は天国よ。へえ、天国は金でできているの。そうよ、キラキラよ。キラキラの天国に行く前に私はお金が欲しいな。欲が深いのね。金の次は、あら、黒。真っ黒。黒は地獄よ。地獄？みんなの心よ。地獄？みんなの心？どういうこと？だって嘘つくでしょ。そりゃまあね。喧嘩するでしょ。そりゃ、うん、時々はね。意地悪することあるでしょ。うん、あるかもね。だから黒よ。そっか、黒か。黒の次は赤。これわかる？赤いといえば血よ。血？誰か怪我でもしたの？
うん、イエス様。え、もしかしてイエス様の十字架の血？そうよ。そうか。赤の次は、おやおや、真っ白。黒い心が、うん、黒い私たちの心が、赤い洗剤で洗うと。え、赤い洗剤で洗うとどうなるの？白くなる。どこが白くなるの？みんなの心よ。そっか、黒い私たちの心が、うん、イエス様の血で洗われて、うん、白くきれいになれるのね。そうよ。白くなってキラキラの天国へ。そうよ。はあ、ケンちゃん、お人形学校ですごいことを勉強してるのね。そうよ。私たちは教会でイエス様のお勉強、生涯学習よ。若い皆さんも、ご長寿の皆さんも、うん、これからも一緒にイエス様のことを学んでいきましょう。ハレルヤー。